メトロステーションとはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにて結成されたポップパンクバンドである。2008年発表の楽曲シェイクイットの大ヒットで一躍人気バンドへ。またマイリー・サイラスの兄であるトレース・サイラスが在籍するバンドとしても有名である。2010年3月をもって各メンバーがソロプロジェクトに専念するため解散したが現在は メイソン・ムッソのソロプロジェクトとして、メトロステーション名義での活動を再開している。メイソン・ムッソ、メイソン・ムッソ・トレース、サイラス、トレース・サイラス、トレース・サイラス、アンソニー・インプローゴ、アンソニー・インプローゴ、ブレイク・ヒーリー、ブレイク・ヒーリー2006年、たまたま、ハンナ・モンタナの出演者を兄弟に持つマンソン・ムッソと、トレース・サイラスが、同ドラマの撮影現場にて出会い意気投合。 そして残り二人のメンバーを加え、バンドが結成される。それから間もなく、自主制作したデモ曲、セブンティーンフォーエバーを、マイスプイスにアップロードしたところ、同サイトの未契約アーティストチャートにて1位を獲得。この人気ぶりに目をつけた、メジャーレーベルのコロンビアレコードから、誘いがかかり、契約を結ぶことに成功する。2007年9月18日、デビューアルバム、 メトロステーションをリリース。そして、このアルバムからのサードシングル、シェイクイットがデジタルダウンロードで200万ダウンロードを超えるヒットを記録し、一気に人気に火がつく。その結果、アルバムも全米で40万枚以上を売り上げ、また、カナダではゴールドディスクを獲得するヒット作となった。2009年5月27日には、アルバムの日本版が発売され、同年6月には、 ヘイマンデー、コーパ等と共に来日公演を行った。また、同年末にアンソニーとブレイクの二人がバンドから脱退した。また、2010年公開のハリウッド映画、アリス・イン・ワンダーランドのサウンドトラック、オールモスとアリスにホエアズ・マイ・エンジェルという楽曲を提供している。その後、3月に解散。2011年5月31日、新曲。 エイントソハイをリリース。現在はアンソニーとブレイクラ二人の力を借りてニューアルバムの制作を行っている。2011年9月新曲クローサークローサーを発表。キーボードシンセサイザーを多用した80年代を彷彿とさせるエレクトロニカ色の強いガンサブルな楽曲が彼らの持ち味である。ありがとうございます。